はい、こんにちは、華道家の宮本理丈です。今日はこのガーベラ大量に頂戴しましたので、ちょっと脇にもあるんですけど、100本ガーベラ大量消費ということで、ガーベラ100本の生け花をこれから生けてみたいと思います。今日ガーベラ100本ということで、今日は剣山ではなくオアシス、まあ今日はちょっと本数も多いのでこの方がいいかなという判断でこっちにしてみました。じゃあ1種類目、これはなんだっけ、オレンジケーキ、オレンジ色のガーベラですね。いきましょう。もう大量にあるので時間かけてらんないような気もしますが、次にこちら、これは白かわいいですね。ホワイトじゃない、チーズチーズケーキっていう品種みたいです。なぜかケーキがつく品種が多いですね。ガーベラってなんかポップで、まあ、可愛いんですよね。でなんか絵になるというかね、そんな感じもありますよね、子供の絵みたいな。ちょっとこれ変わり種ですね。何でしたっけ、クイーンスパイダーだそうです。確かにこの花びらがね、特徴的ですね。やばい、まだ何本まだ10本もいってないですね。クイーンスパイダー、はい、これは同じクイーンスパイダーのピンクってことですね。これ適当に入れてるように見えるじゃないですか。本当に適当に入れてますあ、適当でもないか。例えばちょっとじゃあ解説しましょう。この花今後ろに入れましたよね。これ前に入れると下向いちゃうの分かりますかね。そういうのはお花の首の向き見てますね。適当は撤回しますクイーンスパイダーピンクがこれで入りましたと。続きましてこちらは金虫だそうです。可愛いですね、このピンクね。ガーベラで見方というかね、花びらの色と芯の色ですね。なんでこれは、まあ、黄色っぽいけど白、芯が白いやつ、これは芯黒とかって言いますね。だからって何だって話なんですけど、まあ、そういうちょっと分類があったりしますね。まだ20本ぐらいじゃないかな、これ20本もいってないか。はい、続きましてレンブラント、これはだからシングロですね。さっきの話で言うとね、これなんかおしゃれですね。あと残念ながらちょっと品種がよくわかんない、書いてなかったんだけど、のが3種類ぐらいありますね。ということで一気にいきましょう。ちょっと一旦ここで正面から撮りますか。これで今何本、30本そんなないか、25本ぐらいですかね。この28本、あとまあこれ4倍ぐらいいくということですね。はい、乞うご期待ください。いきますよ。よいしょ。こうやってね、無言になっちゃうんで、なんか質問してくれると嬉しいんですけどガーベラはぶっちゃけ使わないですね、あんまり。ガーベラって実は少し難しいお花ではありますよね。葉っぱがなくて、そしてお花の向きが、これなんかまだいい方ですよね、お花の向きね。ちょっと上向き加減ぐらいね。これはちょっと横向いてますよね。こういうのってね、的花って言うんですけどね、平べったくお花の表情が見えちゃうのはあまり、まあ、好ましくないので、ちょっと使いづらいお花が多いですね。まあ個人的な意見だと、可愛すぎるというか、料理でいうところのなんかこうお子様ランチみたいな感じなので大人は食べないというか、そんな感じもありますね。ただ以前もガーベラやったことはあるので、 YouTube でもね、ぜひ見ていただければなと思いますが、
これで今75本入りました。やっと4分の3、75%。 あと最後25本やりましょう。こっちが左側かな。ちょっともう少し入れますか。どんどんこう、まあ、素人っつったらあれだけど、横にね広げていっちゃうではなくて、こう中にね入れていきましょうということですね。お花との重なりをなんか嫌がらずに重ねちゃっていいってことなんですよね、こういう時ってね。ただまあ真横にこうね重なってる、これ良くないですね。だからどっちか足下げようかなとか、真横にこうドンドンってなると良くないのでっていうのはあるかな。少しねこの距離感つけてあげるのは必要ですね。残り10カウントダウン入りました。長い道のりでしたが残り10本になりました。写真とかね、いわゆる映像も平面だから、なかなかこの奥行きみたいなのをね表現するのが難しいんですけどね、立体感がねなかなかいいんですよ。だからこう後ろに隠れちゃってるお花みたいなのも実はわかるんですよね。あ、なんかあるなっていうのがね、それを実物がだと分かるんだけどね。本当に100本やったんですかね。100本いただいたんで間違いないと思います。ちょっといけばな感はあんまないですよね。いけばな、僕いつも言ってるのはやっぱり綺麗な線を作りましょうみたいなね、ラインを作りましょうみたいなこと言ってますけどね、それはちょっとないですが、ただこのお花のね一つ一つの関係性みたいなのは、そういう考え方みたいなのがねありますんでね。ラストじゃあなんだっけ、チーズケーキ、真ん中入れますか。いいでしょう。100本入りましたと。なかなか作業量多かったですけど、これで終わりでもいいんですが、少しねこの足元葉っぱ入れてあげようかなと思います。これはね木いちごですね。木いちごの葉っぱ、これを足元に入れていきましょう。入れたらどう見えるかと皆さんに意見聞きたいですね。これはちょっとフラワーアレンジメントにね近い。はい、あ、そう、これはいけばなっぽくないかもしれないですね。今日はねなんかいけばなは引き算みたいなこと言う人もねいますけど、すごいよね、もりもりだもんね今日ね。葉っぱが入ると少し僕は落ち着くって言い方をしますけど、落ち着くんですよね。ちょっとまだ足んないですね。いやだからねフラワーアレンジメントの方がね手数多くて大変なんですよね、やっぱりね。大変っていうか なんとかな、大変の度合いが違うんだけど、もちろん後ろもね大事なんですよ。よいしょ、いいですね。はい、はい、すごくないですか。すごいよね。これやっぱり素晴らしいですね。お花のやっぱ色ってやっぱり出せないですよね。本物じゃないとっていうか、生のお花じゃないとって感じしますよね。素晴らしいですね。元気になる感じ、ガーベラってね。お花本当にさっきね葉っぱがないって話しましたけどね、やっぱお花のみずみずしさというかね、力強さというか明るさみたいなのあるので、僕もやりながらねちょっと慌ただしかったり無言になってしまいましたが、とても元気になりました。じゃあ今日はこんな感じで大量消費ということで終わりにしたいと思います。